中国メディアは若者などに絶大な人気を誇る有名俳優李益峰さんを警察が回春容疑で拘束したと報じました北京の警察は11日近日俳優の李という男を拘束し彼は複数回回春を行ったことを自白したと発表しました中国国営中央テレビはこの男性が有名俳優の李益峰さんだと報じました この報道を受けプラダをはじめ10社以上のスポンサーがリサンとの契約を解除し店頭のポスターなどの撤去を始めたということですリサンの事務所は SNS で疑惑を否定する声明を発表していましたが11日までに閲覧できなくなっていますリサンは10日に出演予定だった中秋節の国営中央テレビの特別番組に登場せず動向が注目されていました